シモン・ステビン・ステビンが考案した小数16世紀にステビンが制作した船シモン・ステビンはフランドルブルフヘ出身の数学者、物理学者、会計学者、オランダ軍主系将校。イタリアの天文学者、哲学者、物理学者であるガリレオ・ガリレイよりも早く落下の法則を発見し、またヨーロッパで初めて小数を提唱したとして名高い。また、 力の平行四辺形の法則の発見者としても、名高い。ウーブル・マシュマティックス、1634若い頃の、ことは詳しくわかっていないが1548年に、アンソニー・ステビンの死生児としてブルフヘに生まれ、少年時代を、母親の手一つで育てられていること、1577年時点で、生まれ故郷ブルフヘの財務局に勤めていることなどが、知られている。 その以前は、アントワープで、母規会計の仕事についていたとされたり、1571年、ごろから10年もの間、ポーランドやプロシア、ノルウェーと各地を旅していたともされる。この説によって、アルバ港による宗教迫害が放浪の契機となったと考えられている。ステビンが、北、オランダに住むようになってから、以降の動向は、記録により比較的はっきりしている。 1581年にライデンに移住しており、地元のライデン大学に在籍。この頃、工学分野に関する研究を精力的に行う。1584年には春節と排水システムについての考察を実証するべく、デリフト市の当局と交渉を行い、オランダ議会からその考察に対する特許を与えられている。その後同地では数学の家庭教師をしていた。 オランダ総督のマウリッツと親しくなり、1592年に運河や水門に関する工事を監督して認められて、後に軍に勤務した。1594年には、要塞建設に関する本を出版。これによって、要塞技術における第一人者としての地位を確立する。その後は、財政監督官に任ぜられることになるが、以降は、 頻繁に防衛と公開に関する調査を委ねられた委員会に加わる。1600年には、ライデン大学工学部創設のための委員長となる。その技術学校ネーデルダッチマティマティークの組織化を図る一方、教育では、ラテン語ではなく、フランドル語で講義を行う規定を作った。1603年には、マウリッツの推薦により、オランダ陸軍主計総監となり、 1620年に亡くなるまでその職に就いた。1616 16年に結婚、4子を設け、ハーグに今日構えた。1649年に息子のヘンドリックによって編纂された民生問題についての本は、軍事と行政の問題に関する8つの論考のうち、都市構造についてと住宅と、 その不随部分の構造にする論については、父モンが生前出版にこぎつけなられなかった文の一部である。1586年には古代イギリシアの数学者、物理学者、技術者、天文学者、発明家のアルキメデスの研究を発展させ、釣り合いの原理を表した。これには、力のベクトル合成の理論、水圧について述べ、テコの原理の証明、図を用いた、 思考実験により永久運動の不可能と斜面の法則について証明して力の平行四辺形の法則の発見に至った。なお、釣り合いの原理の付録にはステビンが行った実験で重さが10倍異なる2つの物体を落下させるとほとんど同時に落下するという実験結果が示されている。同年に水の重さの原理を表し容器の形に関係なく水 1588年、水力学における発明の実用化をめぐり、当時世界的に有名な法学者であるムロチウスの父、ヨハン・コルネッツでフロートと共同関係を結ぶ。彼らは新しく考察したシステムに従って、既存の水車を数多く改良した。1585年に表した重心法で重心数による小数の理論を提唱した。現在、 19.178と表す小数を1911728のように表した。また、ステビンは他にも、加算や減算を表すプラスやマイナスのように様々な記号を導入した。1605年に数学応募描きを出版し、その中で年次期間損益計算書や生産表について解説しており、会計誌や募記誌において重要とされる。同書で、 ステビンは国家の財政管理にも複式ボケを導入することを提案している。ステビンはファンデスピーガリングデアシンコンストという書きかけの原稿で西洋で初めて2の12条年に関する平均率について述べている。これは彼の死から300年後の1884年に出版された。しかしながら計算の精度は悪く、 彼が算出した値の多くは正しい値から1から2単位ずれていた。ステビンはジョゼフ・フォーザルリーノのかつての弟子であったイタリア人リュート奏者で音楽理論家でもあるヴィンチェンツオガリレイや民の数学者種はじめの研究に触発された可能性がある。ステビンはオランダ人である。ステビンはラテン語ではなくフランドル語で大部分の論文を表している。 小堀県、ステビンヤフー百科事典、日本大百科全書、ヤフージャパン、小学館、2013年1月3日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年5月1日閲覧、渡辺2017、PP72 から80、ソウル2018、P No.1888-1909、5618、ファンデスピーガリングデアシンコンスト、 ディア・パソン。xentonicorg。二千十二年十二月二十九日閲覧。トーマス・エスクリステンセン。ザ・ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・ウェスタン・ミュージック・セオリー p。二百五。ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。